今日は割れモコを使った秋のスワッグを作ります。こんにちは、枝金商店街の花屋のゆうです。このチャンネルではご自宅で簡単にフラワーアレンジメントが作れるコツを紹介しています。このチャンネルから生まれたドライフラワー専門店うつろいではドライフラワーリーズも販売しています。そちらもぜひ覗いてみてください。さて、今日は割れモコを使った秋のスワッグを作ります。割れモコの他にパニカムやユーカリを入れて秋らしく仕上げていきたいと思います。それではやっていきましょう。道具の紹介をします。こちら割れモコです。枝ぶりのいいところ2本用意しています。はい、こちらパニカムです。3本用意しています。はい、こちらドライアンドラと言います。こちらも3本用意しています。はい、こちら硫化デンドロです。こちらは2本用意しています。はい、こちらグレビレア1本用意しています。品種はアイバンフォーと言います。はい、こちらユーカリです。ポポラスというユーカリです。こちらは枝ぶりのいいところを1本用意しています。はい、麻紐を用意してください。少し長めがいいと思います。はい、輪ゴムです。1本あるいは2本用意してください。はい、よく切れるハサミを用意してください。以上です。早速作っていきます。まずは枝を分けます。で、今日使う割れモコはもう半分ドライなんで葉っぱですね。葉っぱ取ります。葉っぱを取りながら手でも簡単にちぎれるので、このままちょっとある程度長さは切っておきます。本当に割れモコは人気の秋の花です。ドライにもなるし、成果としても空気が出るのでとてもおすすめです。あの、水つけといても簡単にドライになっちゃうので、そのままなっちゃいます。はい、ダメモコを分けまして、で、今度ユーカリポポラスを分けます。ポポラスはドライになってくると葉が落ちやすいので、なるべく生の状態で使った方がいいです。はい、アンドラ、アンドラはおそらく葉っぱが邪魔になるので、ある程度持ち手に来るなという想定できるところは取っておきます。で、結構硬いのでハサミ気をつけてください。葉っぱでも手で簡単に取れちゃいます。はい、で、グレービレア、これすごい今日形が良くて分けやすいです。これ取っちゃいます。1枚取ります。こんなですね。そしてこれも使えるかもなと思っております。ユーカデンドロはちょうど葉っぱが下の方ないので使いやすいです。はい、パニカム、ちょっとさすがに長いので切ります。3本で、はい、こんな感じですか。はい、じゃあ早速作りますが、まあ単調に分かりやすく作ろうと思います。ワレモコもまとめて入れちゃいます。パニカムもある程度、長さ揃えて初めに持ちます。はい、で、今度ワレモコ、このまま まとめていっちゃいます。スワッグってあんまり考えた方が難しくなるので、もう本当にまとめるっていう感覚で作ったら作りやすいんじゃないかなと思います。グレビレを持ちます。硫化デンドラ持ちます。ただ今日の場合アンドラが存在感的にも強いので、これ上に行っちゃうと上が重たくなりすぎてしまいます。なので手元に近いところでアンドラは使います。あとスワッグ作るときは置きながら作った方がいいですね、間違いなく。あの、持ちながらやると重力もあるし、すごい花がうろうろしちゃうので、持ちながらじゃなく置いて作った方がいいです。よし、でアンドラ3本あるので1本、最後の1本このギリギリのところにします。3本だんだんにしました。で、残ってるグリーンを入れていきます。これ、こっちにこう、支えるように入れて、ポポラスに入れて、
あとは手元の上までしっかりグリーンが入っていないとここが空いてしまって何か不格好になっちゃうのでそこだけ気をつけましょう。なので今切りましたがこのぐらい短いものが結構必要になってきます。締めるよね、締める、よいしょ、これも全然使えちゃいます。はい、こんなイメージです。で切ります。これですね、切りまして、輪ゴムがもし全部スワッグが止まらなそうな場合は二重にして使ってください。多分止まるんで1本いきますが、はい、でこっちがいきます。こうではなくて親指の上通る、よいしょ、2回ぐらい巻いて戻します。はい、そしたら麻紐ですね、少し残していただいて巻きながら締めながら面を作るイメージで巻いていってください。あのネイティブフラワーとか秋の素材は足元が麻紐で十分かっこよくなるので手にラッピングしなくても素敵なものが仕上がると思います。で戻ります。で戻りまして今度後ろですね、縛ります。ギュッと2回ぐらい縛ってください。ドライになると少し緩くなるのでなるべくきつめに結んでください。で輪っかまで作っちゃいます。はい、で表にして少し整えて、よし、これでじゃあ完成ですね。はい、完成しました。秋の花材はドライフラワーになるのが多いのでいろんなスワッグに挑戦してみてください。今日使用した花材も全てドライフラワーになります。ドライフラワー専門店うつろいではドライフラワーリースも販売しています。ぜひ覗いてみてください。今日もありがとうございました。